やあ、カジヤゴイゴイの店長、刹那圭介です。今回もやっていきたいと思います。このやつね、4日目か、次が。では、早速4日目、いきます。はい。明日も頑張りましょう。これ見ていきましょう。なんだろう、これ。おお、半蔵が悲喜乱説、なんて読むこれ、月下、乱説月下っていうすごい技を使ったら悲喜やって。半蔵すげえな。バスタードソーで魔王攻撃28のダメージ、やる。あとなんか気になるもんは、おマクローリンってやつが、サラマのソーと買っていたやつか。おい、ちょっと待って、お前さサラマンドソードを何投げて使っとんだ、これ。持っていた武器を投げてって言うたけど、サラマンドソードは投げるもんちゃう。それはあかん。サラマンドソードを投げる意味、投げる感じじゃないし、よう見たらこれさ、この3人が全員持っていた武器を投げてってあった。いや、なんかあれ、勇者にもよるんかな。知らんけど、なんか、本来サラマンドソードの方が攻力高いのに、投げて使った剣か、これ鋼の槍の方がダメージ多く与えてる。そうか、あれか、そういう投げて使いたい人は槍の方がいいんだな、ダメージ的には。いや、知らんけどさ知らんけどさ、用意よ、名前から。おお、長なんて読むか知らんけど、長長剣かな、わからんけど、ヒギ乱説月下やって、こいつも使ってる。ヒギって言うからにはなんか秘密で伝統的なもんなんかなとは思ったんやけど、そうでもないんかなこれ。結構ヒギとか言いながらもう広まっとんかな。あと秋信だったかな、個室と戦ってるやん、お前頑張れ。個室と戦うぐらいになったら別に戦わんでもいいやん。敵は魔王ではない、個室だみ。何してんの、エブティも。もう頑張るな、勇者らしいような、勇者らしくないような、もうわからん。うん、こんなもんかな。うん、次の辺。19人の冒険者たちは魔王に441のダメージを与えた。順調っちゃ順調かな。そして次の日、あーなんか今日だるいなー、あーなんかだるいなー、なんかほんとだるいなー、だるいなー、もう今日はレジでゆっくりしとこうかなー、寝ようかなあ、BG の人。あかん。寝たらあかん、寝たらあかん。仕事しな、あかん。そう。フリーズブレイドとバスタードソードも。じゃ、バスタードソードじゃないよ。雷鳴剣も作ったんじゃ。これらも売っていかなあかんのよ。おっと、ロングソード、早いな。あ、ロングソードも、ちょっと、おっきょる。ロングソード結構売れ行きいいじゃないですか。前から知っとったけどさ、ちょっとここにフリーズブレイド。サラマノソードと同じような感じかな。フリーズブレードを買ってほしいけど、まああんまり前に出しすぎでも良くないですからね。おお、バスタードソードもちゃんと売れてる。よし、いいね。バスタードソード、あ、ちょっと待って待って、ロングソード結構人気なのね。ロングソードと入れ替えて槍を置いてやるぜ。ロングソードが結構売り上げいいんかな、スタンダードってイメージがあるけど。わあ、フリーズブレード来た。しかも髪型もフリーズみたいな色の人が。自分の髪型と一緒の色の剣があるわ。いただこうかしら、みたいな感じかな。
そういう感じで剣選ぶ人おるんかな、わからない。うん、おお、来た来た、あー、これは勝っていかないな。おおおおお、雷鳴拳、雷鳴拳、あって髪の毛はサラマンドソードの人なのに雷鳴拳買っていった。あー、ごめんね、ごめんね、今日サラマンドソード作ってないんす、ごめんね。フリーズブレイドの方行こう、いい感じやん。んー、できればもう一本売れてほしいな。フリーズブレイドもう一本売れてほしいな。無理かな、もう時間ないな。ロングソードばっかやん、みんな。んー、まあこんなもんかな。おお、最後の最後でフリーズブレイド閉店ギリギリに、やったー。合計3本じゃ、属性付きのやつ14本、売り上げ18,500円。あー、ちょっと不手寝してしまったけん、ちょっとその分が痛かったな。あの不手寝がなかったら、もしかしたらもっと受け取ったかもしれんのか。体調管理しとかな、な、眠ってしまったもんな。時間を無駄にしてはいかん。うん、ちゃんと寝な。よし、あなたもしかしてあの時一番最初にフリーズブレイドを買ってくれた人、フリーズブレイドだったっけ。自分で木の名前忘れてるが、買ってくれた人ですか。あ、なんか音楽ばっかやってんじゃねえよとか言っちゃったな。なんか悪い気がする。買ってくれたのにな、フリーズブレードをさ。よう見たら美人っすね。今度デートしませんか。あー、ダメ。あー、ダメっすか。なあ、しょうがないっす。よう、なんか依頼しとったっけ。してないっすよね。してないわ。だいたいまだないもんな、この4つを素材にしとる剣っていうのが。まだない剣ね。うん、だからまだ依頼してもしょうがない感があるん。今のうちに依頼しとってもいいんやけどね。でもそれよりかは鉱材が先でしょ。鉱材今いくつ持ったんだ俺は。アイス石とサンダー石が1個ずつ残っとった。あと鉱材が10個か。元買おう、元買おう。もう適当にポンポン買ってもいいでしょ、鉱材は。なぜかって、鉱材がなければ何にもできない。この名言通り30個買いましょう。名言通りで、この人が店を大きくしてくれる人で、あれ、あなたは雷鳴拳買ってきてくれた人じゃないですか。もうこのネタやばい、いや、もう。どうせ話しかけても同じこと。ほら、高価な武器は魔王に与えるダメージが大きいって。魔王を早く倒したいなら高価な武器を多く売ることだ。このセリフ通りに高価な武器を買っていてくれた。優しい。たださ、雷鳴拳な、だったら髪の毛黄色にしとけばいいのに。うん、別にかっこいいと思うよ、赤い髪。俺赤好きやし、ホモちゃうけど俺。うん、この人は、またお前そのイオンか。いや、いい加減石鹸買え、お前。石鹸ぐらい買えや。臭くなったんだったら石鹸買え、洗いなさい。よう、何、この前ひどい目にあったよって、なんかハゲのジジイの方が言い出した。どうしたんですか。冒険者からクレームを受けた。あー、今流行のモンスター冒険者ですね。どんなクレームですかって。モンスターベアレントみたいに言うな。そんなんおるんか、このゲームには。ポーションを使ったら腹を壊したらしい。え、ポーションで腹を。本当にポーションが原因なんですか。ポーションが原因で腹を壊すことなんかあるん。なんなんその冒険者。ポーションを冷やしてさ、冷蔵庫で冷やして飲むんが趣味なん。そりゃあちょっと飲みすぎたら腹壊しそうな気がするけどさ、どうなん。ああ、確かにポーションが原因だった。本当にポーションが原因だった。なんなん、なん本当に冷やして飲んだん。しかしそのポーション消費期限が1年も過ぎていた。そりゃあかんやろ。1年も過ぎとるやつ打ったらあかんやろ。やってくれましたね。ポーションの消費期限が早いのは常識ですよ。消費期限日も
消費期限日も書いてあるしな。で、どうしたんですか？物分かりだよ。訴えてやるって言われたけど、どうぞご自由にって感じだな。いや、そりゃ訴えられるん、しょうがないと思うだろう。商品の管理しなあかんよ。いやー、さすがにさ、一年もお前のはさ、気づけよ、お前。売るときに気づけよ、お前。魔王より恐ろしいモンスター冒険者ですね。モンスターペアレントみたいに言うなって感じです。それより依頼はどうなってる？おとっつぁん。あ、調査中でござるって、お前。お前が調査しとるところを見たことない。お前、ね、お前はさ、肉食いよるところしか見たことないもん。調査中でござるって言われてもさ、お金だけ払え、お金だけもらって、あとは倍ならするタイプのやつちゃうんかなって思ってしまうの。本当に働いてるか？調査してるか？お金渡したぞ。まあ期待しとかな。お信じとくよ、もう今の時は。あ、そうだ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 。確かこのおじいさんが、明日なんか話してくれるとか言おったけど。おう。昔昔、あるところに人形職人のおじいさんがいました。ああ、この世界にも人形ってあるんやな。おじいさんは子供たちのために毎日毎日人形を作り続けていました。優しいおじいさんで、いいやん。おじいさんは子供が大好きです。次はどんな人形を作って子供たちを喜ばせようか。そんなことを考えるのがおじいさんの幸せでした。一応言っておくと、刹那圭介という実況者も似たような感じで、次はどんな動画でどんなネタで視聴者を笑わせようか、そんなことを考えるのが刹那圭介の幸せでした。それでもたまに寂しい時があります。一緒にご飯を食べる家族がいないのです。誰も座らない椅子を見ると切なくなります。じゃあ椅子買わんかったらよかったやん。自分の分だけでよかったやん。てかそれで終わりかい。だから何って感じになってしまったよ。切ない話、切ないじいさんの話されただけかい。もうちょいなんか俺にプラスになる感じのがあるんかなと思った。なんだそれ。あ、こいつまた同じこと。おじいさんは見習え。そこそこ気になるような話をしてくれた。気になるって言ってもゲームに関係ないけどね。あ、またか。3万貸してくれるんか。しかし5万で返してくれってか。ボーリだって、ボーリだよもう。けどな、ちょっと書いてみたなってくるんよな、これ。これ何度も何度も、ボーリだってなら書いなければいいとかいう煽りがあったらさ、書いてきたなってくるんよ。書いてしまおうかな。どうしようかな。やばいな。やばいな、これ。どちらにしようかな。裏の神様の言う通り。金婚、観婚、油虫、鉄砲撃って、バン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 。バン。借りちゃった。借りちゃった。お金借りちゃった。2日後5万返さんかったら、店閉め出される。はい、用意しときます。わかりました。よく考えたら俺お金借りたってしょうがないよな。そんなに金必要な状況じゃないし、なんで借りたんだろう俺。まあいっか。私が提示、うん、それはもういいや。それはもういいや。うん。さて帰ろ。家事の時間がやってきました。さて今日も作るぞ作るぞ。あ、そうだ、今何本持ってようかな。ロングソード13本も残っとる。結構作っとったんやな。あとライメイキンが1本売れ残りで、バスタードソードが11、槍が9本。まあそこそこ在庫はあるんやけど。そうやな、ロングソードは属性好きのとかいろいろ作らなあかんけん、ちょっと作っておくかな。20本。
あ、そうじゃ、なんか、なんだろう、属性付きの石とか買っておくべきだったな。まあいいか、もうしょうがない。属性付きのやつはもうあれだけ作っといて、もう次の日にしよう。もうやっちまった、こういう石買っとくんだった。もうすごったな、正直。結構重要なポイントなのにな。ロングソード31本もある。作りすぎた感がある。まあいいや。その分売ればいい、その分売ればいい、その分売ればいい、その分売る。え、なんこれ。だって俺適当になんか調べてみたんやけど、なんか出てきたんやけど。え、なんこれ。箱と箱の間に紙が挟まっていたので取り出してみた。なんと、それは、なんと紙は秘伝書だった。え、このゲーム秘伝書とかあるん。え、なんか出てきた、なんか出てきた、いろいろ出てきた。秘伝書には武器の製造方法が書かれていた。テイルウィング、ミスティルティン、ナーゲルリング、オートクレールで、これお手読め。何これ。テルウィングとかミスティルティンとかナーゲルリングか、オートクレールとか言うて、最後なんでいきなり漢字出てくるの、わからん。いや、それじゃなくて、いきなり5つのすごそうな武器が出てきた。え、何それ、何なんそれ、気になるんですけど。増えてるよ、やっぱ増えてるよ。何これ、何これ。なんか知らん素材ばっか使ってる。オリハルコンとか、何あったな、オリハルコンって。なんか依頼のところに、なんかオリハルコンってあった気がするんやけど。何これ。北米のイニシエエッダー佐賀に登場する魔剣って。なんでそんな設計図みたいな、そういうやつがあんなところにあるんや。何これ。英雄フロームンドが亡霊の王と戦い入手したけん。そんな剣あって、そんな剣の設計図あっていいんか。これは英雄ディートリヒ・フォンベルンの伝説に登場する剣、小人アルプリスが鍛え、巨人グリムが持っていた剣。もう巨人強固な。小人とか巨人とか、なんかもういろいろ出てきすぎ、新しい言葉出てきすぎ。ディートリヒって誰なの。ローランの親友でシャルル12、巨匠かの一人、父親のオリベイエの愛犬。ローランの親友だって、そのローランで誰か知らんし、シャルル12強も何それ、何それ。自称オリビエって何なん、わからないよ。そんなすごそうな人の愛犬の設計図とかもらっていいんすか。てか、なんであったんすか。これは、勇気なん、ちょっと待って、この何この、晴れ、あれ、これなんか俺の武器買っていた人の中におらんかったっけ。魔王、なんかこの人が魔王が、魔王をどんだけかダメージ与えたとか出てきた気がする。え、そんなすごい人が俺の店に来たん。え、嘘。モブキャラみたいな中に実はこんな人いましたよ的なんかあったんかな。天下三名矛、矛の一つやって、矛って読むか知らんけど、ごっついのが出てきた。何これ。しかもよう見たら火事費用高っ。属性付きのが300円だったのに、この5本のやつ1500円って5倍やって。何それ。何これ。ステータス見ようかな。あれ、あ、記録簿って、あ、記録簿はさすがに作ってからじゃないと見えんのやな。なるほど。じゃあ作ってからのお楽しみなんやけど、素材を集めないかんのか。やべえ、気になる、作りて、何それ。この好奇心抑えられませんよ。こんなとこに挟まっとんか。ちょっと待って、
頑張って調べたら他にもあるかもしれんので。というわけで今回はセーブしてここまでとしましょう。お、やったー、正直めっちゃ増えとるがな。8万8800円から12470円までめっちゃ黒字やん。黒字になってるやん。すっげえ黒字になってる。お金書いたけんやな。まあまあそうでなくてもお金書いてなくても黒字は黒字やけど、そういうことですな。というわけで今回はこの辺で。気になるな、あの5つのやつ。はい、というわけで今回はこの辺で。仕上げ。